向こうがすぐ駅ですね。で橋を渡ると箱根、湯本富士屋ホテル。僕が泊まるのは向こう側のレインボープラザ。こっちが本館だね。湯本富士屋ホテルに宿泊でございます。もう荷物置いてある。姿見ですね。バス、トイレ、まあ温泉ですからね。温泉大浴場に行けばいいでしょう。レインボープラザのね、ツインルームですね。饅頭がついてます。もうなんか快適ですね。あ、これうちの妻のスマホですね。ほらあそこにいるでしょ、うちの妻が。枕元、コンセントはないのかな。これだ、コンセントありますね。一つついてる。そしてトレインビューなんですね。今日はあいにくの雨なんですが、向こうが箱根湯本駅ですね。ちょうど今特急ロマンスカーっていうか特急エクセが止まってますね。向こう側が小田原新宿方面で、向こうに行くと、箱根の山を登ってきますね。箱根登山鉄道ですね、向こう側に行くとね。はい、ということで湯本富士屋ホテルのレインボープラザツインルーム、なんかシックでいいですね。すごく落ち着く、ここは。はい、以上でございます。